はい、皆様こんにちは、キューブの D です。ということで今回もウイレ2021やっていきます。で、今回やっていく言葉とガチスカ候補第3弾ってことでやっていくんですけれども、とディフランチェスコ監督のディフェンシブ戦術の方の人選をやっていこうかなと思います。この監督ディフェンスラインがすごく低い監督となっておりますので、ガチガチにね固めたいよっていう方におすすめだと思います。まあぐだぐだ話しても仕方ないんで早いとこ人選いっちゃいたいと思います。まずディフェンスラインが非常に低い、ディフェンスラインが確か3とかになってくるので、守備的キーパーの方がいいと思います。ってことでレジェンドのチェフを置いてるんですけど、チェフが持ってないよっていう人はクルトワだったり、オブラクだったり、あのあたりをおすすめします。で、センターバック2枚、まあ、ここもいつも通りなんですけど、ハードプレスのクリバリと、アグレッシブネスが非常に低いベッケンバウアーを置いてます。まあここはね、もともとのラインが低いんで特にビルドアップを置いてどうこうっていう問題もないと思うんですが、一応アグレッシブネス低いベッケンバウアーをおすすめします。で、あとは足の速いクリバリで、サイドバック2枚なんですけど、1枚は攻撃的サイドバックのアラバで、もう1枚はプレースタイルを潰したコンバートのバリオスです。ここ1枚は攻撃的サイドバックを置いておくことをおすすめします。っていうのもやっぱり手数が増やしやすいっていうのと、今作結構サイド攻撃強いんで1枚はね置いておくことをおすすめします。でもう1枚バリオスなんですけど、ここは足の速さとディフェンス能力の高さ、あとはバンパでを意識して置いてるんですけど、バリオス以外で言うと、ベンチにいるパワールだったりクロスタワーマンとか、そのあたりがディフェンス能力とスピードを兼ね備えているのでいいと思います。で、DMF アンカー、はまあ確かに守備力が高い監督ん でそこの長所を生かしたいなっていうことでアンカー1も置いてます。あと他の理由としては中盤の距離が結構近いんで、一旦パスを預けたりするっていう意味で、その場にいてほしいからアンカーを置いてます。重視している能力としてはバンパ、アルトナオイノがスルーパスで、パスの能力値、あとは単純な守備能力の高さです。それを踏まえてロドリだったりバリオス、あとはブスケスとか、そのあたりがおすすめです。で、次セントラル2枚は、まあ、何試合かしてみたんですけれども、デブライネ非常にいい動きしてくれると思います。まあ、守備能力がそんな高いわけではないんですけれども、ポジショニングが非常に優秀な選手なので、まあ、パスの置き場所になったり、まあ、決定打打ってくれたりもするので非常におすすめです。今作からワンパだけではなく、じゃあスルーパスだけではなくワンパも持ったので、そのあたりもおすすめな点となってます。で、もう1枚のセントラルは、2021からボックス2ボックスに変更になりましたカンテで、カンテもワンパスルーパスはどっちも持ってますね。あとはダブルダッチだったり優秀なスキル持ってるのと、で、まあ、皆さん知ってると思うんですけれども、ディフェンスエース99とか、そういう本当になんか守備にわたっては最高峰のボックス2ボックスになってますのでおすすめです。で、カンテの控えとしては、ヘンダーソン置いてるんですけれども、まあ、ここはワンパスルーパス持っててディフェンス能力高いボックス2ボックス、ハードプレスだったり、特に制限はないと思います。はい。で、 OMF、ここは守備能力高めのザニオーロと控えにファンデベイクを置いてます。まあ、最低限ワンパーを欲しいと思ってます。あとコントロールカーブとか、あとミドルと、ここで一番重視していることがチェイシングを持っていたりアグレッシブネスが高かったりっていうところですね。ザニオーロはインターセプトだったりチェイシング持ってるっていうのと、アグレッシブネスがそこそこ高いで、ベンチにいるファンデベイクはアグレッシブネスが85を超えてきてるので非常におすすめな選手となってます。はい。で、最後 CF2 枚なんですけど、ここはどっちもワンパ持ってる選手を置いてます。で、ワンパ持ちのラインブレーカーに変更になりましたハリー・ケインと、ワンパスルーパス、ワンタッチシュート、ダブルダッチ、コントロールカーブ、ドロップ、ミドル、ほとんど持ってるメッシです。メッシはまあほぼ固定でいいと思います。ただラインブレーカーのケインのポジションなんですけど、ここはもう自分の好きな選手を置いてあげればいいかなって感じです。はい。リザーブにロナウドだったりマルシャルがいるんですけど、それはそのために置いてます。ロナウドはメッシの控えだったりもしてますといった感じです。まあ
こんな感じで組んでます。やっぱり特徴としては守備能力が高い監督で、カウンターロングパスなのでしっかり引いて守って出せるところにパスを回して、決めれるときに決めていくっていう戦い方になると思いますので、ぜひ参考程度にしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。